はいはい、というわけで11月10日月曜日ちゃうわ木曜日です。はい、2週目になりました。ガトリングラジオ今日も始めたいと思います。ちなみに言いますとですね、本日は収録放送になります。生で私は喋っていませんので、何かクレームがある際はですね、私はとんずらこいていると思ってください。我慢してください。この怒りを、思いのほうですね、手の内に握りしめて、なんとか歯をくしばって我慢してください。よろしくお願いします。はい、高坊さんこんばんは。こんばんは。ゲンさんがキャラさんかっこよくなったって言ってるけど、どうなんだろうね。でもなんかその実際に見てみたら服装がチンピラだった。琴音さん1週間ぶりです。こんばんは。まあそうですね、あの体感的に言ったらなんか久しぶりな感じがしないんですけれども、まあ放送的に言ったらお久しぶりでございます。はい、お1週間ぶり。あー、沖縄さん久しぶり。そしてゲンさんが触れていただきました。なんでグラサンなねんって言って、このツイキャスは後々上がるのかわからないんですけれども、ちょっとグラサンの方でやらせていただきたいと思いますね。新しいグラサンを買ったのでちょっと自慢したいなっていうところがあってですね、なのでちょっとグラサンちょっと一時やろうかなと思って、でちょっとあのマスクやばいから、マスクであの曇るからちょっと後々めんどくさくなって撮ると思うんですけれども、はい、そんな感じで、サングラスを買ったばっかりでウキウキな綿貫かなが今日もよろしくお願いします。お願いします。高坊さんグラサン好きです、よかったって感じで、私は今ですね、あの東京にいますので、あのおずえちゃんのですね、お三回忌がございますので、ちょっと東京に行っているというわけですね。で、なんやったらディズニーに行ってやろうということで、私はディズニーを終わらせていたところだと思います。6日に、ディズニー行ってきましたって感じですね。で、またあのディズニーシー行ったよって話を、多分あの沖縄戻ってきたら多分その話すると思うし、東京でいろいろあったよって話をね、またその来週、いつだかな、17日ですね、17日ですると思いますので、来週もねよろしくお願いしますっていう簡単な感じなんですけど、先週がですよ、もうね宣伝してる間にね時間が終わっちゃって、うわ終わっとるやないかーとか言って最後言って終わったんですけれども、琴音さんいいな、東京は遊びに行きたいです。行きたいよね。でもね池袋が一番好きだな私は。池袋がさ、あの言うたらあの私が最近ハマってるデュラララっていう、あのまあ元々小説なんですけど、あのそのアニメのこの題材になった場所なので余計テンションが上がるよねっていう話。昔私東京に住んでた時にめちゃくちゃそのデュラララにハマってたから、池袋のサンシャイン通りとか行って、はーとか言って、あー静岡感じるとか言って一人出すわけなんですけれども、いや楽しかったですね。やっぱり池袋は本当にねオタクの街でございますからね。ちょっとめっちゃ邪魔になってきたな、めんどくさいな、もうめっちゃ曇ってる、暑い、本当にサングラスまですると暑いです、きついわって感じです。はい、アニメートもありますしね。そうですね、アニメートめちゃくちゃいいですよ。なんかさ、その昔あのちっちゃい時、細長い時のさ、あの池袋を思い描いていたからさ、あの新館というか本店が変わったじゃないですか。めちゃくちゃ広くてさ、階段で人にぶつからないの、すごくない？階段で人にぶつからないんですよ。もうこれがどんなにすごいことか分かりますか？昔のアニメイト池袋本店を知っている人だったら、あの広さはもうすごいですよ。逆にね、広すぎて、あの階段のところさ、下から見たらあのイラストが浮き出るようになってるっていうのがあるじゃないですか。で、あそこにその好きなキャラクターがこう、なんかこう、わかる？この下から見たらポスター台みたいになって映ってるから、それを撮りたいっていうことで、あのオタクが並んでるんですよ。でオタク並んでるから、でも人が歩いてるとそのアニメキャラが見れないじゃないですか。だからあのずっと待ってるの。だから待ってるのか、私も待たないといけないのかなと思ったんだけど、一回待ってみたの。すっごい長いこと撮るから、もう撮りますねっつってか通ったって感じでございます。はい、琴音さんですね、あ、まあ、上津さんデュラララいいねって、ありがとうございます。デュラララいいっすよ、めっちゃ好きなんですよ、めっちゃ好きなんですよ。あの何ですかね、空気感とかもあの辺も好きですね。みんなが主人公みたいな感じで、もう頭こんがらがる感じがまたいいですよね。琴音さん、ゲーセンのサントロベロプルモセガもあの松屋もないし、あーないか。なんかもうさ、10年以上経ってるってことか。デュラララの舞台を見ると懐かしくなっちゃうんだよね。昔私が東京に住んでた時池袋よく行ってたので、その時の頃もなんか記憶も補正されてめちゃくちゃ嬉しいみたいな、だから余計好きなんだと思うんですけど。で、そしてゲンさん、前から思ってたんだけどかなって、あ、私ね、私は東京と沖縄どっち好きなの？え、沖縄ですけどただあのなんだろうな、住むのは沖縄かなっていう感じですね。なんかでも
用事があったりとかしたら、まあ、長いこと滞在したいなっていう感じです。うん、なんか多分旅行をするってなったらあんまり沖縄ってな感じはしない感じしますね。なんか私はあのバケーションって感じのがあんまり好きじゃないので、自然を感じるとかいうのは得意じゃないから、なんかたまに住んでいてたまに海見きたいなとか海に足つけたいなみたいになった時とかに、まあ沖縄住んでてよかったっていうのもあるし、あと私はもう人が沖縄好きなのでなんか優しいじゃないですか普通にね。あの東京は別に優しくないって言ってるわけじゃないんですけれども、仲良くなるまでがちょっと怖いから、そのそれに関してやっぱり東京は私はあんまり怖いなって思ってるところがありますね。小学校の頃からやっぱり、なんか物心ついた時からもう東京にずっといたの で東京にいたらなんか一番印象に残ってるのがさ、赤目津さんは沖縄すこいいねで東京で小学校してた時に、何この言い方った時、あのまあ言うたらランドセルしょって、私はいろんな電車に乗せたわけなんですけど、あの通行がね結構遠いところ行ってたので、よくあの新木場まであの乗り過ごして、あの駅員さんにね名前を覚えられていたわけなんですけど、かなちゃんもう今日も新木場来てるよって、帰りな早くみたいな、起こされてあーはいっつってなんか帰るみたいなっていうことをよくやってたわけなんですけれども、まあだからまあ電車よく乗ってて、乗り継ぎとかもなんかもしてたんですよ。で乗り継いでる時になんか最なんだろうな、副都心線ができたばっかりの頃ぐらいかな、みんななんかこうやっぱもう通勤ラッシュっていうか帰宅ラッシュみたいな感じだったかな、多分行きだったと思うんだけど、もうマジで通勤ラッシュでさ、バーってみんなバーって歩いてる中さ、一人女性が倒れたわけ、バターッつって倒れたんだけど、なんかやっぱりみんなさ忙しいからってことでさ、ちょっと一別くれるぐらいだった気だったわけ。だから私はそれがあんまりちょっと怖いなーって小学生の頃に感じて、だからあんまり東京になんか憧れみたいなのあんまり感じないけど、遊ぶ場所はいっぱいあるから。でやっぱり大人になってみてたまに行ってみたりとかしたら、やっぱりあみんな優しいんやなみたいな。でもなんかなんつうんだろうな、このなんだろう、難しいね。東京に引っ越したその沖縄のやつに聞いてみたら、なんか最初はあれだけどみたいな、でもみんなやっぱ絡んでみたら楽しいし優しいよみたいな。でなんでそういう感じでちょっと無視しちゃうかみたいな、なんかもしかしたらこの絡まれるかもしれないからみたいな感じ。なんか女性が倒れた、で男の俺が助けに行くじゃん、そしたらこの人がやりましたって言われたら俺巻き込まれることになるじゃんみたいなっていう感じだから、ちょっと無視したのかもしれないねって話をして、ああそんな感じがあるんだと思って、もう子供心からするとさ、怖いっていう感じだったけどさ、大人は大人でいろいろあるんだな、東京に住んでる人も。東京だけじゃないと思うけどね普通に。で私もあの沖縄をよく頑張ってって何、よく見てるけどさ、実際分からんよ、私が見えてない範囲の沖縄のこともあるし、だから私が今見てる感じだと住みやすいのは沖縄かなっていう、私に合うのは沖縄かなっていう感じですね。なんか、うん、でも別に東京でも合うのかもしれないけど、東京はねもうごったごったしてるから苦手なんですよ、迷子になっちゃう。あの JR で意味わからんところ行こうとしてさ、あの下北行こうとしてずっとぐるぐる回ってた時もある。なんか駅員さんに聞いたらさ、鼻で笑われてからさ、 JR 降りてくださいって言われて、うわー私東京出身なのに恥ずかしいみたいなっていう感情がありました。ガリューさんって間違えて言っちゃった、ごめんね。ゲンさん、俺も沖縄が好きって。まあそうね、岡山だけどねあなたね岡山行ったことないからさ、そう駅員怖いよ、駅員怖かったのなんかさ、ディズニー行くからってことでディズニー庭から行くぞってなって、泊まってた駅、私駅で泊まってるの、あの最寄りの駅で、あの荷物をさロッカーに入れたかったわけで、帰りあのディズニーの帰り終わった後にまたちょっとこっちで荷物、引っ張ってきて、その日のうちにで、その駅で同じホテルじゃない、違うホテルに泊まるみたいな感じで考えてたんですよ。だからその荷物がその何時までか、ロッカーが何時まで空いてるんですかっていうのを聞いたら、あなんか閉まるまでに取ってもらえればみたいな言われて、何時みたいな。でもちょ怖すぎてちょっとあんま追求できなくて、あ来ましたっつって、私ももう全然もう人見知りだし、なんか度胸ないからふえーってなっちゃうからすぐダメだな。でもそう、高尾さんが言う通り乗り換えアプリもあるので大丈夫ですよ。そう、乗り換えアプリは最高、乗り換えアプリばっかり乗ってますね。乗らないよ、乗り換えアプリばっかり使ってるんですよ私は、もう本当に。まあ、なんか駅員だけじゃなくてさ、もう私人が怖いからさ、だから前言ったっけ、東京行った時にさ、言うたら池袋なんですけど、私はすぐ池袋に行くんですけど、池袋でまあ
このビルの1階ですね。で、あの洋服屋さんに行ったら、あの狭いんですよ、とにかく。とにもかくにも狭いんですよ。でも服はいっぱいあるっていう感じです。豊富な洋服を取り揃えた結果、ちょっと通路が狭くなっちゃったっていう感じなんですけど、まあ、土地もそんなに広いわけじゃないから、まあね、大変ですねって思ってたんですけど、で、まあ、普通に洋服見てたら、なんかこう、出たいのに出れないっていうぐらいの感じ。だから、あの人がいて、後ろちょっとマジで本当に、私一人入れないですみたいな、私3分の1しか入りませんみたいなところ、があったんだけど、その、だからそこ通るわけにもいかないから、ちょっとすいません、ちょっとすいませんぐらいの気持ちで後ろ通ろうとしたら、ガンって後ろ、なんかガンって攻められたから、ガンってぶつかっちゃって、そしたらあの私の方が身長が高かったし、がたいが良かったから女の人吹き飛ばしてしまったんですけど、そしたら女の人がすごい睨んできて、なんかなんだお前こらみたいな感じでしてきたから、私だから、あ、お互いにかっこかっこお互いにかっことじすいませんねみたいな言ったら、いいですけどって言われて、私だけかって思ってちょっと嫌だったこれはしょうがないけどね、あのもうちょっと会話をすればよかった。この人ともうちょっと仲良くなったら、あ、ごめんごめんいいよとか言ったのかもしれないけど、なんだよってちょっと思っちゃったから、私はちょっと怖かったですね。その印象が強すぎるから、だからあそこの洋服屋さんはちょっと怖いなと思いました。あー、ゴーさんだ。ゴーさんどうも、こちらは、収録放送でございます。生放送の方は終わりましたよ。先ほどね、生放送やった後に言ったら、この先週ですね、先週あの撮ってるんで、はい、あら実はね、ワイフと飲んでいて無音ラジオ無音ってことある？待って、ちょっと待って、ちょっとダメなんだけど、あの手話とかできないんですけど、なんか世界は地球は回るみたいなのしか知らない、わからん。またね、はい、またね。もうとりあえず言うただけで帰っていきましたね。いいですね、ワイフと飲んでいるのなんていいですね。人怖いですよねって、カメツーさんめっちゃいい。ゲンさんはもう沖縄に戸籍動かした方がいいんじゃないかって、うん、動かしたら、私はもう動かしてるからね、うん、はい、という感じで、CM 行こうかね、 CM 行きますかね、ね、はいはい、 CM 行きます。あの先週のような過ちは繰り返さないと私は決めております。というわけで CM に行きたいと思います。NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。お知らせがございます。ガタリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや、大募集しております。スポンサーになってくださった暁には、毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね。よければツイッターもフォローしてね。よろしく。というわけで、まあ、時刻はね、あやふやになるので言わないでおきましょう。収録ですからね、なんて言ったって、今日は収録、なんて言ったって収録なのでよろしくお願いします。そう、同じミスは続けてはやりませんからね、私、高保さん、そうです、私はノーミスだと言いたいんですけれども、んー、ちょっとだけミスりました、ちょっとだけミスったよ。というわけで、はい、よろしくお願いします。はい、すいませんでした。はい、すいません、本当に許してください、本当にすいません。というわけで、ひふみさんが来ましたね。これはあれですね、ちょっとあやふやになるんですけれども、いろはすでいいって言うんです。ありがとうございます。いろはすでよろしくお願いいたします。はい、ちょっと、業務報告でございました。ゲンさん、じゃあいつか沖縄の海でカナ取りたいな。海か、海で足つけてる時のあのめちゃくちゃガニ股の時でよければ、はい、よろしくお願いします。たまにですね、あの海に足を突っ込んでですね、ふわーってするんですけれども、外を見る、あの空を見上げるみたいなことをやっちゃってるんですけれども、いやでもさ、海に入ると本当にいいよ。高本さん、私もイロハス、どうした、イロハス買ってください。じゃあイロハス乾杯しましょう、後で乾杯しましょうね。
遠隔乾杯でよろしくお願いします。あら、そうですよね、琴音さん FM 技能から海見えるよ、見えるか、確かに見えるな、ね、はい、よろしくお願いします。やってー、イエ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 イって感じで、どうしようかな。コーナーが、まあ、予定していたものと少し変わりましたので、はい、ね、はいはい、というわけで、ごめんなさいね、ちょっと個人的な、あ、そういえばこれやるんだったっていうのを思い出したので、はい。で、まあ東京の話にまた戻すか、何も考えてなかったんですけれども、デュラララがいいよねって話なんですけど、結局ね、行き着く先は池袋いいよねって話なんですけど、だから、まあ、池袋の街によく行っていたし、私の精神池袋で構成されているぐらいの感覚なんですよ。なんじゃタウンとかもすごい好きだし、あら、これね、ちょっと待って、なんじゃタウンとかも好きだから、で昔だ、まあ、多分前も言ったと思うんだけどさ、あのなんじゃタウンのさ、ちょっと元気のなさ具合がすごい私は悲しくなっちゃって、2005年とかあの辺が一番ピークだったのかな、2005年から2007年7、8年ぐらいがピークだったのかなと思って、エリアも少なくなっちゃってさ、でもなんとか形成してなんとかやってるからさ、また今年も、あ、今回もちょっとね、なんじゃタウン行きたいなと思ってるんですけど、行く人がいればね、あそこで餃子食べるっていうのが私の私服でかくる、はい、私服でござる。なんじゃタウン元気ないんだ、そうなの、なんじゃタウン元気ないんですよ、そう、マジでよ。ちょっと面白すぎて私のネタになってるんだけどさ、あの餃子食べてる間にさ、横でさ、この3周ぐらい人が止まるんだよ、スタッフの人が暇すぎてずっとうろうろしてるんだけどさ、あの同じ人がさ、2周通ったわけで、3周目の時になんじゃらってやったわけ、いや毎回やれと思って、大好きと思って、あら、トンコックさん、どうもありがとうございます。そう、なんじゃタウンも一時期だけだったな、そうだね、なんかね、アニメとコラボし始めてめっちゃ盛り上がってる時に行ってたんですよ。アイスの国みたいな、そういうのがあって、トルコ風アイスとかで、あの、ね、トルコ人におちょくられたりなんかした思い出がございますよ。私はあの怒りは忘れないから、本当にもうあれ一番恥ずかしいから、もうトルコ風アイスでトルコ人にあのもてあそばれるのが一番嫌だ、私は一番嫌いです、あれが。でもトルコ風アイスは好きなんです、私は。どうしたらいいんだ、もうだからトルコ風アイスをね、昔コンビニで買って食べてました、これでなんとかと思ったんですけど、トルコ風アイス練ってるから柔らかいだけであって、コンビニで買うと少し硬いんですよ、トルコ人怖って言ってるんですけど。そう、高山さん、オールウェイズのような昭和の飲み屋街もありました、そうなんですよ、そこがね、飲み屋街が実はあれです、餃子あのミュージアムかなだったんですよね。今もまだその名残は残っているので、ちょっと省略されちゃってるんですけれども、そこもねすごいいいから、なんか写真撮りたい時とかあの映えると思うので、普通に中入ってちょっと餃子食べたりとかアイスちょっと食べたりなんかしながら、街中こうにゃうろうみたいな、いやいや街中いやいみたいな感じでやってもらったらいいかなと思います。なんじゃタウンの私回し者なので、私なんじゃタウンにみんな行ってほしい、もうなんじゃタウンオフ会したいぐらいなんじゃタウン好き、本当になんじゃタウン好きなんだ、本当に。で、あのあれですね、私事ですが、本日人生初カメラを買いましてってことですのでね、その流れでですね、なんじゃタウンを撮っていただければと思います、よろしくお願いします、源さん。そう、もてあそばれるかな、撮りて、やめてやめて、私オフの、お、やめて、あの、すいません、事務所通してください、事務所はお母さんね、はい、トルコアイス作りましょうか、東国さん作ってください、食べたいです。タコさん、サンシャインでは沖縄、何これ、何これ、沖縄県フェアか、漢字間違えてるのか、沖縄県フェアは毎年やってるんだ、あ、そうなんだ、うん、そう、分かったよ、分かりました、ごめんなさいね。っていう感じで、もうなんじゃタウンの話ですんげえ盛り上がってるんですけど、多分ね、今回も行くと思います、これ収録だからね、多分もしかしたら行ってないかもしれないんですけど、まあ気持ち的には行きたいなって感じですね。まあ、東京行くんだったら絶対なんじゃタウン行きたいっていうぐらいの感じです。昔の漢字を変換しちゃった、昔の漢字知らなかった、初めて知った、知識、はい、というわけで、じゃあ CM も流したので、あのいつものやつやります、はい、今週はこちらでやりたいと思います。ぶっ切りになるよ、さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう、というわけで、本日もやってまいりました、収録放送での源さんに媚びを売る時間です、よいしょ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 、というわけでエコーが壊れていることですので、私、セルフでやらせていただきました。で、まあ、今日、あの収録日はあれなんですけど、放送日は11月10日、これ何の日か知ってますかってことなんですけど、いい音
いい音の日というわけでいい音なんですよ。私結構ですね、あの耳フェチというか音フェチみたいな、そんな感じ、耳フェチは耳触る人、音フェチという感じのところがございます。あと手フェチです。私は男性の手を触るのが好きです。血管がくださいって感じなんですけど、そんな感じでございます。トッコクさんありがとうございます。なので私がよく聞く ASMR を紹介しようと思ったんですよ。だけど YouTube に上がってるものだから、あのラジオで流すことができないというわけで、ちょっとですね、あの私のおすすめの、ちょっとねこれなんかタイトルを言うべきか、あの YouTuber の人を言うべきかちょっと悩んでるわけなんですけれども、はい、絶対音感ですか、いや絶対ではないけど一応音感はある方ですね。一回聞いたら大概覚えるみたいな。男性が耳元で拍手したらええやな。やめろ、殺す気だ、殺す気か、やべえ自分の手見ちゃったって言って、自分の手見ちゃった、これもうシンジ君のやつ最低だのやつじゃん。ごめんね、下ネタ入りますって感じ。そう、私のじゃあ源さんに、私が、めちゃくちゃ ASMR というか、まあ、スライム系を見まくってるわけなんですけど、これのちょっと一番推してるやつをちょっとおすすめしたい、てかもう源さんだけじゃなくてみんなにおすすめしたいっていう気持ちがあるんですけれども、どれだったかな、ごめんなさいねちょっと忘れたんだけど、ワンコそばっていう方なんですけれども、ワンコそばさんスライムをよく扱っている方なんですよ。よくスライムを作ったりとかしてる方なんですけれども、この方がゴリゴリスマイルゴリゴリスマイルはめっちゃ笑っとる人で、ゴリゴリスライムっていうのを作ったんですよ。このゴリゴリっていうのはそのガラス玉みたいなやつ、キューブ系の形のものをいっぱい作って、で作っちゃう、集めてそれをスライムと一緒にこうねゴリゴリするっていう動画があるんですよ。めちゃくちゃにいい、進撃のめいちゃんさんとゼッツさんこんばんは、どうもどうも。そうで、ガラス細工みたいな感じかな、100均で買えるものとか、なんか多分いろんなものをなんかスライムに混ぜてゴリゴリしてる人なんですけど、この人の音がめっちゃいいの、このゴリゴリスライムがめちゃくちゃいいんですよ。おすすめです、本当におすすめなんで、あのぜひ聞いていただきたい、ワンコそばっていう方です。はい、フランスパンやな、ワイのお手手、あらかわいいそうだったかな、琴音さんのお手手ちゃんとお手手見てなかったのこの前で、いい音と、もう一つあります、キネスティックサンドっていうものがありましてですね、リュックガラスかと思ったちゃうわ、そんな高級なもの入れない、カメテさん鬼の手みたいやで、ワイの、マジでヌーベじゃん、ヌーベなの、もしかしてあなたヌーベって言うのねみたいな感じです。でこちらです、サンド、あのなんかねクッてやったら固まってあの切れるっていう砂があるんですけれども、子供がよく遊ぶやつなんですけど、これを包丁で切る音が最高に好きなんですよ。私はもうおすすめしたい、目本当はね気持ちはね今日ね動画を落としてあのみんなに聞かせたかったの、でも人の動画だからここで流せないのよ、だからもう苦しい思いをしてるんですね。だから今思い出してふぃーってなってるわけなんですけど、皆様よければ本当にね私のおすすめの、そう、あキネマスティックサンドか、キネマティックサンド、キネスティックサンドって言ったからめちゃくちゃ強い砂みたいになっちゃったんですけど、そうです、源さん、あのぜひですね、あの本当にマジで聞いてほしい、本当にいい音です、これめちゃくちゃいい音なので、あのよろしくお願いします。そしてあともう一個ですね、あのいい音だって私が思うものが、こちらなんですけれども、ですね、あの私の猫の鳴き声なんですけど、あの私が猫とふざけてたあの動画をぜひあの聞いていただければなと思いますね。イエーイ、かわいい、東京ドーム、かわいい、盛り上がってるか、かわいい、イエーイ、かわいい、イエーイ、かわいい、うー、かわいい、東京ドーム、かわいい、ドーム、かわいい、盛り上がってる、かわいい、上の階、下の階、真ん中の階、真ん中の階、あ、ごめんなさいね、 BGM が入っちゃいましたけど、はい、こんな感じの私は動画を作っているんですよ。うちの猫の声がすごく可愛い、マイ猫なら著作権クリアなんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか、うちの猫の声ずっと泣くんですよ。でも真ん中の回の時だけ泣かないんですよ。めちゃくちゃ頭良くないですか、お笑いセンスがすごいんですよ、うちの猫ちゃん、すごくないですか。はい、猫かぶってる、猫かぶってるね、ちゃうわ、猫です、本当に、ドームライブのレスポンス会、本当に東京ドームって言ったら毎回泣いてくれたりするんですよね。これあの後ほどですね、あの YouTube に、あ、 YouTube じゃない、あの Twitter に、 Twitter か YouTube かなにあげようと思うので、あのよかったら皆さんあの見てください、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、私のいい音、アピールでございました。源さんよかったら私のおすすめ聞いてくださいね、よろしくお願いします。
そして、めちゃくちゃ時間がまだなくなっている、宣伝したいと思います。アニプラグとボリューム2アニソン系アコースティックライブ2022年11月20日日曜日チャクラでやります、12時30分会場、13時開演でございます。1000円プラスドリンクはワンドリンクなので1500円で入ります。私3曲歌う予定でございますので、またよろしくお願いします。はい、というわけでなんとか言い切った、アニメイトの上にあるビルでございますね。花ビルでございます。よろしくお願いします。左に書いてある下言葉、どういう意味でしょうか。わかんないです。あと5秒しかないから、今日は大津は帰ります。お疲れ。もう次がありますので、私は今日はもうお話ししません。